さあ、行くぞ。それでは、讃岐うどんの時間です。ということで、やくたんです。今日も讃岐うどん屋さん向かってるんですけど、今日のお店はここで初めてうどん食べた人がもう絶対ハマるっていうようなうどん屋さんになってます。まあ、これが何かって言ったら、まあ僕の実体験なんですけど、僕結構その香川で初めてうどん食べに来る方におすすめのうどんどこって言われてこうおすすめすること多いんですよね。で、今日行くお店僕結構ね、よくおすすめするんですよ。で、そしたら大体の人がまたリピートで行ってるっていうっていうぐらい本当にね、もうめちゃくちゃ美味しいうどん屋さんになってます。もう歴史で言ったら40年以上になるんですけど、肉うどんがすごい美味しいっていうことで有名なうどん屋さんなんですけど、個人的には肉ももちろん美味しいんですけど、とにかく麺がうまい、うどん自体がうますぎるから何食っても美味しいっていうような、そういうお店となってます。ということで、今日は香川県丸亀市の讃岐うどん屋さんに向かっています。最寄り駅、宇多津駅、歩いたら遠くて52分ぐらい、最寄りのうどん屋さん、赤瀬うどんさんがある大体あの辺りです。定休日は毎週月曜日に第4火曜日、営業時間が10時から14時半までとなっています。はい、ということで到着しました。こちら、香川県丸亀市にあるお店です。駐車場が2つあって、こうお店の横と、あとちょっと離れるんですけど、道路を挟んで、蓮向かいぐらいにも、広い駐車場があるお店、こちらうどん飯野屋さんになります。飯野屋さん、飯野っていう感じ、飯野山の飯野ですねっていうのが、丸亀で有名なお山がありまして、それが飯野山、これめちゃくちゃ綺麗な形をしている山、日本昔話とかであるこうポコッと、あるようなこうおにぎり山とか言われたりするんですけど、そこが非常にお店の前からよく見えるっていうお店、はい、飯野屋さんにあります。で、これ僕もめちゃくちゃ覚えてるんですけど、ちょうど去年の夏なんですけど、こちらの限定の夏メニューを食べたら、もうめちゃくちゃ美味しくて動画にしたいって思ったんですけど、ちょうどそれが夏終わりで、もうすぐ終了っていうことだったんで、結局撮影じまいだったのを今日いけるかなって思ってます。今日もうすでにそのうどんが出てるかは分かりません行ってみます。こんにちは。こんにちは。ないかもな。あ、宮崎さん、夏メニューって始まってます？いや、始まってない。始まってない。いつからですか？いや、あれ7月半ばぐらいじゃない。なんか、もうちょっとあと2週間ぐらいずらしちゃった。まあ、じゃあ冷たいうどん食べようかな。ありがとうございます。始まってなかった。まあ、それはちょっとまたリベンジで来るとして、まあ、そもそもね、最初言った通り、もうとにかく僕は麺が大好きなんで、どうしよっかな、冷たいにしよっかな、何食べても美味しいと思います。やっぱ肉が推しなんですよね。当店人気ナンバーワンおすすめメニュー、肉うどんやけど、じゃあ肉ぶっかけいいですか？はい、はい、うどんは席で注文なんですけど、おでんとこのご飯類はセルフで取る形になってます。どうしよっかな。おでんか、暑いしな。稲荷もらおうかな。メニュー表はこんな感じになってます。もうひとしきり一般的なメニューは全部揃ってるかなっていう感じですね。かけうどんだったら小で340円、大はプラス100円の440円となってます。で、この星印がついてるのがおすすめなんですけど、裏を返してみるとですね、こんな感じで写真付きですね。はい、当店人気ナンバーワンおすすめメニュー、肉うどんとなってます。やっぱね、肉がすごい有名なんで、肉ぶっかけとか肉醤油とかも写真付きであります。はい、届きました。ありがとうございます。はい、いただきます。あ、稲荷取ってます。はい、はい、それでは、いただきます。今回頼んだのは肉ぶっかけです。
うどんにもう犬屋さんといえばの名物、肉が乗ってて薬味がネギに生姜にレモンが乗ってくるっていう、もうこの薬味も乗ってくるようなサービス形態のお店ですね。あとは稲荷2つ入りの取りました。麺がどっちかっていったら細めで、なんかね、ムニムニしてる感じなんですよね。なんかムニムニ、この、わかりますかね、この、ふるったらこんな感じ、こう滑らかなこう曲線を描いている感じっていうか、わかりますか。どっちかっていったらこう女麺系というか、なんかね、この食感がね、僕すごい好きなんですよね。またね、このお肉の味とかもちょっとね、こう麺に染みてるんですよね。特にこの下、このお肉が乗ってる下、ここがね、すごいちょっとあったかいんですよ。お肉自体はあったかいから、これがね、またいいうまい。うん、ぶっかけだしもうまい。お肉いただきます。肉もだしにつけて、うん、柔らかい。なんかちゃんと煮込まれてるんやろうねっていう感じはするけど、でもなんかしっかりこう型崩れしないというか、こうちゃんと肉の食感があるというか、うん、これはね、肉うどんが美味しいって言われるわけですよ。美味しいもんいつも思うのが、こうなんか麺に透明感があるというか、この透き通るような麺肌というか、映像上で伝わってるか分かんないですけど、このまあなんせね、綺麗なんですよね。すごい綺麗、この麺自体がめちゃくちゃ綺麗です。もう生姜とかも全部だしに溶いて、レモンも絞って、うん、レモンめっちゃ合う。かなりさっぱり。ヤニもいただきます。超シンプル、なんかごまぐらいしか入ってないかな。このしめしのあんばいすげえ美味しい。それでは最後の一口いただきます。美味しかったです。ごちそうさまでした。あ、ごちそうさまでした。くそ、スタートしてなかったか何でしたっけあのメニュー。ネバー三品もち豚と、はい、オクラ乗ってましたよね。オクラの青じそぶっかけ。あ、そうだそれマジめちゃくちゃ青じそぶっかけ、あれめちゃくちゃ美味しかったんで、ちょっとまた食べに来ます。はい、はい、すいません、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで、今日は香川県丸亀市にある飯野屋さんの方に行ってみました。駐車場なんですが、今回僕が泊めたこのお店のこの横のとこですね、横のとこと、まあ、ここが一番近いんですけど、あとこっちの横もそうかな、にこれもいっぱいだったらこう道路挟んでこっちですね。結構看板も大きいんで見つけやすいと思います。はい、あ、ちなみにお土産うどんも入り口で売ってるんで、はい、こちら飯野屋さんの駐車場なんで、ここの空いてるところを使ってみてください。店内はこんな感じです。もう本当なんだろう、雰囲気もね、僕もめちゃくちゃ好きなんですよね。このなんか昔ながらなうどん屋さん、サービス店っていう感じの雰囲気、このなんて言うんだろうな、なんか良くないですか。こういう看板も多分当初からのやつなんだろうなみたいなのがすごい見えますよね。
はい、ということで、飯田屋さんいただいてきました。青じそぶっかけまだやってなかったあれね、マジでめちゃくちゃ美味しいんですよね。多分 SNS で告知されるんかな。あの今回さらっと来ちゃったんで、僕もあの下調べなく、適当にね来たっていう、はい、これ僕の落ち度ですね。あの SNS を確認して、その目に上がってるのを見て、ぜひ行ってみてください。でもね、やっぱりね、この麺、美味しい麺っていうのはね健在ですね。なんかあの女麺系というか、あっし、待ろう女麺系というか、こう細めなんですけど、すごい透き通るような感じと、こうしっかりこう、なんだろう、柔らかい優しいコシがあるんやけど、こうやっぱ舌触りもめちゃくちゃいいっていうようなうどんですので、ぜひまだ食べてない方、上あの肉と一緒に合わせてぜひ食べてみてください。はい、ということで、今日の動画もしよければ、高評価、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いしますあのお目当てのもの食べてないのに高評価つくからどうでしょうでも今日の肉ぶっかけも美味しかったんでね、はい、ぜひ、次回もご視聴ください。どうも最後までご視聴いただいてありがとうございました。まあ、皆さん何食ってもない。ワン、ツー、スリー、フォー。